というわけで、どうも大和です。今回はですね、HSP の人に関するお話をしたいと思います。まあ、HSP の話っていうと、僕のね、ディーラボの方でも結構 HSP に関する話っていろいろ過去にもしてるんですけれども、まあ、一応概要欄の方に HSP の人のメリットに関して解説した動画入ってますんで、興味ある方、よかったら見てもらいたいんですが、今回はですね、カリフォルニア大学の、ね、研究から、HSP の人の脳の中で一体何が起きてるのってことを調べた研究がありまして、これをご紹介したいと思います。HSP の人って、まあ、いわゆるこう感覚処理過敏症とか SPS って言われるんですけど、そういう症状を出していて、まあ、いわゆるこう脳がめちゃくちゃ敏感なんですよ。そのせいで、まあ、ちょっとした会話とか、まあ、例えばこうノイズだったりだとか人間関係もそうなんですけど、そういうもので、まあ、ストレスを感じやすいと。だからまあ現代社会の中ではかなり生きづらい、タイプのですね、脳を持っちゃってる人のことを HSP というふうに言って、最近だと敏感さんとか言って結構流行ったりとかねしてますけど、単語自体はね。で、今回このカリフォルニア大学の研究なんですが、これ HSP って敏感な人っていうふうに言われてはいるんですけれども、彼らがじゃあ実際脳の中でどういうことが起きていて、そして敏感になってしまってるのかってことを調べるって、ちょっと面白いですね、研究をしてくれてます。はい、まあ、具体的な話をすると結構複雑なんですが、何をしたかっていうと、実験の参加者の HSP のレベル、どれぐらい HSP の傾向が強いかですね、敏感かってことを測った上で、共感課題っていう課題を与えて、でその課題をやってもらっている時の脳の状態を MRI でですね、調べるっていう、そういう実験ですね。まあ、共感課題って簡単に言うと、悲しい表情とか怒ってる表情とか、いろんな顔写真を見せて、でその写真から皆さんどういうふうに感じました、何を感じましたってことを調べると。で、この何を感じましたって調べてる時の、まあ、聞いてる時の脳の状態を、まあ、いわゆるこうスキャンしてみるということをやったんですね。で、何が分かったかというと、HSP の人のですね、隠れた能力というのが一つ分かったんですよ。これどういうことかっていうと、HSP の人たちって顔写真を見た後でも、まあ、普通はだからほら、僕らって怒ってる表情とか悲しい表情とか見た時にだけそういうこう感情を感じますよね。あ、怒ってるなとか悲しそうだなとか。ところが HSP の人って顔写真を見て、その写真がもうなくなった後、まあ、要するに脳が休憩状態になってるはずの時でも、情報処理がずっとこう動いちゃうんですよ、脳の中で。特に HSP のレベルが高い人って、記憶を取り出したりとかする時に使われる脳の回路っていうのが、まあ、使われていたんですよ。で、一方でそのストレスの処理に欠かせない、まあ、いわゆるこう頭皮質って場所と海馬っていうのがつながってる場所があるんですけど、ここの、まあ、つながりは弱かったんですよね。要するに何が言えるかっていうと、 HSP の人っていわゆるこう人の感情とか普通の人が気にならないようなことに関しても、そのしかもそれが終わった後でも脳の中ずっとその処理が回っていて、普通の人よりも深く物事を考える深いですね、処理を行ってるんですよ。ところがそれと同時にストレスに対しては、まあ、弱いですね、あの脳を持ってるってことがこの研究で分かったんですね。だからまあそういうところから見ると、あの研究チームはですね、面白いコメントをしてまして、いわゆるこう HSP の人って普通の人に比べてより注意深くて慎重な行動をとると。で、こう慎重な行動を取るですね、性質を持ってる人って、まあその生物の中にまあいるわけですよ、どんな生き物の中でも。そう。だから、いわゆるこう、普通の、例えば動物でもそうなんだけど、こう、興味を持っていろんなところに行っちゃう。まあ猫でもそうですけど、そういう猫もいれば、やっぱこうじーっと様子を伺うみたいな猫もいるじゃないですか。で、こういうふうに、HSP の人ってのは、良くも悪くもですね、こう一つの個性であり、まあ、反応性がいいっていうのが、まあいいところなんですよ。だから HSP レベルの高い人っていうのは、もう不利な状況になったりとか、怖い状況になったりとかすると動揺しちゃったりとか、こう様子をですね、伺うって状況になるんですけど、一方で、深く考える能力が高いので、クリエイティブで、で、人との関係、人間関係とかも相手のことをじっと見たり観察したりするので、まあ、絆も深くなりやすいし、あとはこう頭の中でじっくり考えるので、アートとか音楽とか芸術とかそういうものに対しては、まあ、いい才能を発揮しますよねってことが、まあ、やっぱりですね、こういったデータを見ても分かりますよってことなんですよ。だから HSP の人ってそういう意味で言うと、その敏感さと引き換えに普通の人では得られないような深いですね、脳の処理だったりだとかアイデアとかそういうのを作れる可能性があるので、まあ、そこを押さえておけば、実は HSP の人ってすごい才能を発揮しますよってことがですね、このカリフォルニア大学の研究でも分かりましたって話です。ぜひ参考にしてみてください。だからまあ HSP の人が、もし皆さんが HSP とか動揺しやすい人で、こう自分が動揺しちゃってどうしようと思った時には、こう考えてください。今自分は動揺してるんじゃなくて、脳が深い情報処理を行ってるんだと。だからその深い情報処理を嫌がることなくですね、上手に行ってあげればいい結果得られるよってことをぜひ覚えておいてみてください。はい。で、今日はですね、そんな風にまあ HSP の話したんですが、実はこれ以外にも HSP ってすごい高い能力を持ってる人が多いんですよ。ただほとんどの人が、まあ、今回の話みたいに HSP のメリット
っていうのを見ないでデメリットばっかり気にしちゃうから HSP が活かせないんですね。じゃあこの HSP の活かし方に関しては、今日のですね動画の概要欄、僕はぜひ続きの動画を見てみてください。今なら20日間無料で、見れます。実は能力が高すぎる HSP の知られざるメリットという動画をご用意してあります。ぜひ概要欄、またはコメント欄の方から続きの動画、20日間無料です。チェックしてみてください。それでは続き概要欄の方からどうぞ。